映像作家の竹内義嗣です。私はドローン撮影が本当に大好きで、個人の旅行でもドローンを持って撮影をしに行っています。この作品ではドローンがより自分の生活に身近であることを伝えられればと思いました。そこでカメラが好きな女性がファントム4プロと一緒に旅行をしているような感覚で空撮に出かけるというアイデアが思い浮かびました。これはファントム4プロと一人の女性の物語です。今回ロケ地に世界遺産である合掌造りの集落、日本の雪景色を選びました。彼女がファントム4プロを飛ばしているところをドキュメンタリーのような形で追いました。コンパクトな撮影クルーでタイトなスケジュールでもクオリティの高い映像を作りたいと思いました。壮大な雪景色と列車を撮影するためにインスパイア2でのロー撮影を行いました。スポットライトプロの機能を使うことで列車を追跡しながら撮影することができました。カメラは自動的に被写体を追い、私は飛行に集中ができるので、今まで2人がかりでオペレートしなければ難しかったシーンが1人でも撮影ができたことは大きかったと思います。電車の中でのシーンはローニー M とオズモローを選択しました。 For this particular shoot, I decided to go with the Ursamini 4.6K. Use a Zeiss 25mm f2 lens and put that onto the Ronin M. To go withthe train's movement to make it look as natural as possible but have no shake. オズモローは使いやすく軽かったので、ディレクションをしながらのインサート撮影も可能にしてくれました。 Because sometimes with the weather in a snowy and icy region, you only have a small window of viable time to shoot. For that reason, there were some shots that we got that probably wouldn't have been possible with a bigger and slightly more cumbersome setup. 集落で朝日を撮影した際はインスパイア2ローで収録をしました。逆光だったのですが、 12.8 ストップのダイナミックレンジによりハイライト、シャドウともにディテールがしっかり残り、ローでの雪景色の色再現性に驚きました。今回はいずれのロケーションも低温だったのですが、インスパイア2はバッテリーを自己発熱させることができるので、バッテリーを適切な温度に保ちすぐにフライトできたことはとても大きかったと思います。またあらゆるシチュエーションでも通信が途切れず、非常に安定した飛行ができました。ファントム4プロで撮影した写真は1インチセンサーを採用していることもあり、解像感や色の再現性がとても素晴らしいものでした。 DNG ローで撮影し、美しい仕上がりになっています。また DJI クリスタルスカイモニターにより晴天下でのプレビューを容易に行うことができました。ラストシーンではファントム4プロへの愛着を描きたいと考えまして、ファントムがフライトして帰ってくるところを描きました。この撮影での一番大事な場面でした。 If I don't have the Ronin M, I'll generally go handheld to keep things nice and mobile. But the problem with that is you can't shoot nice and smooth dolly shots. You cannot get crane shots or orbits, for example, which are the particular kind of shots that I wanted this time around.今回は本当にタイトなスケジュールの中、少人数で過酷なロケーションでしたけども、素晴らしいカットをたくさん撮ることができました。より多くの皆様にこの作品を見ていただきたいと思います。 One thing that I think I can say is that you do not have to sacrifice picture quality by getting a smaller package, and if you see the actual finished product, I think you'll agree.